谷川原健太は、愛知県豊橋市出身のプロ野球選手、宇藤左田、福岡ソフトバンクホークス所属。豊橋市立高山小学校の時に、向かい山ビクトリーで、軟式野球をはじめ、豊橋市立中部中学校では、豊橋スカイラークスボーイズに所属していた。豊橋中央高等学校に進学、春夏ともに、甲子園出場はなかったが、2年生の時の、 練習試合では1日2試合で5本塁打を記録するなど、高校通算41本塁打の強打が注目される。2015年10月22日に行われた、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスからドラフト3巡目で指名され、11月23日に契約金5000万円、年俸600万円で契約合意し、入団した。背番号は45。 2016年は1軍戦、2軍戦での出場機会はなく、3軍戦では49試合に出場、打率、146の成績だった。2017年1月19日、福岡市内の病院で、右ひいち教師か有利大的出術を行ったと発表された。上記の手術により、今シーズンはリハビリ組からのスタートとなったが、5月30日に、 行われた三軍戦、対広島東洋カープ戦で、実戦復帰し、7月19日に行われた、ウエスタンリーグ、対オリックスバファローズ戦において、二軍公式戦初出場、初アンダーを記録する。二軍戦では、13試合の出場ながら、打率、405打点の成績を残す。三軍戦においては、37試合に出場し、打率、270、 7打点の成績だった。シーズンオフの10月19日、11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPB ウエスタン選抜に選出されたが事態となった。2018年9月22日に初の一軍昇格を迎えるが一軍公式戦の出場機会はなかった。 二軍公式戦において88試合に出場し、打率268、1本塁打、13打点を記録する。シーズンオフの11月25日から台湾で開催された2018、アジアウィンターベースボールリーグにおいて、NPBUS 単選抜に選出された。2019年、一軍公式戦の出場はなかったが、二軍公式戦では、 本職の保守以外にも内外や様々なポジションを守り、79試合の出場で打率、243、12打点の成績を残す。2020年も1軍公式戦の出場はなかったが、日本シリーズにおいて初めて出場資格者40人枠に入りを果たす。2軍公式戦では、保守以外に2類種。 外野手の3ポジションの合計5つのポジションを守りながら70試合に出場し、打率264、4本塁打を記録する。3軍戦では遊撃手としても出場した。2021年は2軍公式戦に44試合出場した後、6月19日に1軍へ昇格。同日の対日本ハム戦で7番。 左翼種のスタメンで1軍初出場を果たすと、1軍での2打席目となる5回に先制打となる1、軍初安打、初本塁打を打った。高校通算41本塁打、遠投110メートル、2塁送球タイムは1.8秒の強権強打の捕手であり、また50メートル走は6.0秒の瞬速も持ち味。本職の捕手以外にも、投手以外の内外野のすべてのポジションをこなせる。 ユーティリティプレイヤー、ありがとうございます。